はい、どうも、ゆきです。ということで、今回は、ですね、タバコ、ピースの、リトルシガー、こちら限定発売のね、ようやく買いました。値段が500円。去年のね、去年もね、この発売、数量限定で発売したんですが、今年も、7月、今年の7月あたりから、これが売られるように、またね、人気だということなんで、売られるようになったみたいですね。はい。リトルシガーなので、タール値などの表記は、ありません。よいしょ。まあ、人気だということで、再販が決定したと。お、こんな感じ。香りは、ちょっとなんか酸味があるな。酸っぱいような香りがする。ほい。こんな感じです。あー、バニラ。あー、バニラですね。バニラチャッコ。そんでは吸っていきましょう。お、な、お、キャラメルみたいな味、甘いキャラメル、うん、キャラメルのような香り、まあ、バニラアイスとか、もしくはなんかキャラメルっぽい甘さ。うん。うん。美味しいですね。2017年の12月に数量限定で発売したピースリトルシガーを、7月の上旬より全国の一部販売店で数量限定で再発売しますと。ちなみに、まあ数量限定っていうか、販売店が結構限定されてるんだよね。まあタバコ屋さん。タバコ屋さんも置いてないタバコ屋さんがあるっていうことで、まあ俺はググって近くのタバコ屋行ったんですけど、まあそこ初めて行ったんですけどね。ピースのこのリトルシガーは売ってるのに、なぜかショートピースも売ってなくて缶ピースも売ってなかったです。本当はショートピースと缶ピース買おうかなと思ったんですけどね、売ってなかったっていう。ピースリトルシガーは2017年12月にピースブランドで初のリトルシガーとして数量限定で発売しました。日頃よりピースをご愛飲いただいている、お客様から香りも味もすごくいい、ピースとして申し分ない味、後味の良い葉巻などの好評の声に加え、他のブランドを楽しまれているお客様からも完成度が高く感動したなどのご好評の声をいただきました。この度、お客様の強いご要望にお応えし、数量限定で再発売します。葉巻の一種であるリトルシガーの、豊かな香りを生かすとともに、バージニアバを 100% 使用することで、
まろやかで華やかな、香り立ちとほのかに香ばしい味わいをゆったりお楽しみいただけます。個人的にはちょっと弱い、8ミリぐらいの味ですね。重さとしてはそんなに重いやつではないですね。まあリトルシガーにしては結構軽い部類じゃないですかね。まあ個人的にはやっぱりキースのね、スリム、あれが一番好きですけど、まあこれも別にね、悪くはないですね。美味しいです。いい香り。まあでも個人的にはもうちょっと強くしてもらいたかったなと。ちょっともうちょっと、きついようなやつの方が好きですね。まあ香りが実に甘いことと、まあ軽めのテイスト、になっております。まあリトルシガーなんでさすがにフィルターはプレーンフィルターだと思いますけどね。まあさすがにチャコールは使ってないでしょ。美味しいですね。JT のサイトに書いてありました。フィルターはプレーンフィルターと書いてあります。値段が500円で、そうですね。まあ、そんな感じですかね。まあ、万人受けできるような、ね、重い、のではなく、軽めのね、ピースライトとかと多分、同じぐらいじゃないですかね。リトルシガーってこれ灰に入れて楽しむタバコだったっけ？まあ、葉巻だから基本的に航空喫煙だと思うんですけど。まあ、ほどほどの香りで、そこまでその香りも、まあ、そんなに強いってこともないですし、まあ弱いってこともないですね。ちょうどいいぐらいの。まあ、まあ今はまあおいしいと思いますけど。でもやっぱりな、キーススリムが一番うまいと思うね、キースの。値段も380円と、バカ安だし。まあでも、リトルシガーっていうか、葉巻っていうかね、リトルシガー吸ったことない人は、結構いると思いますんで。まあこの機会にね、リトルシガーにも手を、ちょっとこう、ね、リトルシガーもうまいんだぜ、みたいな、感じをね、まあ、これで味わってもらうっていうのも、いいと思います。
こちらは四つ星。それではご視聴ありがとうございました。